ルール説明。このゲームは村人チームと人狼チームに分かれて戦うゲームです。役職はラウンドごとにランダムに振り分けられます。各チームはそれぞれの勝利条件を目指しリアルタイムで戦います。人狼と村人以外にも妖狐といった特殊な役職も存在します。それぞれの役職の特徴や勝利条件はこのようになっています。そして動画に登場する主なアイテムの効果がこちらです。はい、ということで今回僕強人でございます。医者 CEO させていただきたいと思います。コマンドに URL をウィキのやつに変えた方がいい。確かに今回僕強人なんで医者 CEO からのムーブかな。やっぱりね、強信者人狼ってあまり医者に CEO しないので、医者 CEO って比較的被りづらいんですよ。っていうところで強人は医者 CEO 結構いいんじゃないかなと僕最近思ってます。まあ人狼か強信が、まあ、それぞれ、霊媒と探偵で CEO をして、まあ、強人は医者に出ておくっていうのが、まあそのお互い被らずね、うまく場を混乱に持っていけるんじゃないかなっていう。やってみてください。じゃあ行きましょう。いい感じだね。医者です。霊媒3だね。232だね。ロラ飲めます。ロラ飲めますって言ったやつから釣ってくべきだろ。まあ、232はね、比較的、混乱する状況だからいいかな。一持ち対抗。一持ち対抗だったら勝てるわ。あとはもう一持ちがパワーで俺のことを殺してくる可能性があるのだけケアしていく。四人街だし、霊媒ロラする方が絶対いいっす、と思うわ。ただ、霊媒に、背徳いそうだよね。最初にレイロラかなって言った人釣りたい。どうして？あとタラコ。霊媒かなって言った人レイロラですねって言ったの。ああ、C7 が、あ、C7 がレイローラかなって言ったのなら釣りわかるわ。今日レイローラなら C7 釣りたいね。いや、この状況で生存力出してもどうにもならない気がするけど。ちなみに今実家のクソスペ PC なので PVP やったら絶対負けます。真ん中行きます。まあ村なら基本、怖かったから動いた。はいはいはい。顔がですか、ログ4出たらこう。そこ1いるんだよな。でも変に。いや、俺だからマジで変に動けないから。本当に漫画家。漫画家やったのに漫画家って。難しいなぁ。とりあえず一持ちのポジションを探して殺すところまで持っていきたいかなという気持ちはある。ミヤト生きてる？やっちゃう？愚痴壺真の可能性ある。霊媒しながら多いし信教強信者ある。背徳いるんじゃね。わなしさ、本当に背徳なのかな。わなしさんが本当に背徳なのかが分かんない。ゆかりにちょっと動いてないかも。結局誰釣り？レールだ。MG! 一持ち、せい。一持ち、対抗、全、全チャットしてないけど死んでるのかな。キツネで溶けてる、ありそう。あ、溶けてる。殺しに行って返されてる。さすがにここ俺剣かな。花火買ってる。アイテム MG 本持ってたぞ。
MG 村寄りだと思う。この人狼チャット何なんだろうな。まあ新忘却だと思うよ。霊媒全員生存意欲なくなるのやめてほしいな。忘却2つ占い行っちゃった。2つ行っちゃったのか。ゆかりんりん、ゆかりんりん死んでる。村地下にいた。テレポートの場所。今誰かが死体見たのを自分が本使ったタイミングたまたまかぶった。ちょうど俺らが追い出したから新郎チャットタイミング合わせた。ゆかりんりんの死体は僕が見ました。陽子陣営が倒した可能性ある。137秒前、ウッドソード。呪われいないよ。トニマ霊媒ローラー完遂したい。それなんでわなしさん、あ、わなしさん占いされたのか。だからってことか。こっこしろ。ちょっと今までの占いまとめてる人いますか。チャット流れちゃった。MG やられてるじゃん。宮戸釣るか。宮戸釣りでいいんじゃない。これで探偵に医者にライム占いが、ライム占いが陽子使用、グッズ占いが背徳使用で合ってる。あ、そうです、 OK。 黒っつったりしたらまずいよね。いやでもそれでも強靭だからしょうがない。それはここで変に言う方が危ない。俺の白死んでる。これどっちかわかんねえんだよな。一持ち太鼓死んでるってことでいいのかな。ここまでいないと。霊媒いないから本で見れないんだよね。もう狂人は白目取りつつ暴れるタイミングでちゃんと暴れられればいいかな。下手に人狼を殺すと終わっちゃうから。たらこしろ。ここでもね、結構難しいよな。一応回復ストーン入っとくか。一持ち陽子は背徳置きして俺死んで見てもらえませんか。忘却生きてます。あー、わかんねえ。誰殺せるかわかんねえよ。タラコ死んでる。誰が見たの死体。墓場にあったのか。ウツボが倒してみたみたいな可能性もあるだろ、これ。緑くん白。ライムのやつだからグッツボ殺してみたんじゃないこれ。グッツボ人狼くせえ。グッツボ人狼くさいな、これ。グッツボ多分これ自分で殺したらタラコ死んでるって言ってると思う。グッツボマジ人狼っぽいんだよな。ライム殺せればっていう線もあるな、これ。そう、リスク高いんだよね。探偵しように人狼いる可能性もあるから、いつかは占い、じゃあ探偵すらないと。てんてんてん。うわー、これなんだろう。何チャットだと思うこれ。俺グッツボ人狼起していいと思う。なんか俺多分カバ殺してグッツボ多分使用したと思うから、俺は今回ちょっとこれわかんねえけど、グッズも人狼置きしていいかな。8割グッズも人狼置きだね。ってなってくるとタイミング囲ってるから、ああ
これ多分てかね、あ、これグッズも人狼だよ。だってこのタイミングでこの人狼チャット送ってるでしょ。でもこれグッズもチャットしてないじゃん。こういう風に見れるのね。あー、でもここがわかんねえ。ここグレー釣りかな。あ、これグッズも人狼です。これグッズも人狼です。ライブ殺しに行きます。グッズも人狼です。これ確率に一持ち強、一持ち強人、一持ち強人で死んでた。これで多分分かったはず、俺がジンガーだってこと。あ、まだ分かんないか。人狼手引きだったか。ライム殺しに行こう。これ今俺暴れるタイミングだわ。ライムどこにいるんだろう。ライム探して殺すわ。俺今多分めちゃくちゃ白目高いから、ライム殺して殺すなり今。グッズボルナイって何色だっけ。ライム占いか、ようこしよう。じゃあライム占いは白目高いから、お前は殺していい。あ、待って、ここさん人狼だった。これでいいわ。これで多分伝わったから、人狼陣営が何人かによって分かんないけど、裏陣営、あとはライブ殺せれば確率なんだけど、ワンチャン狙うわ。一応回復しとくか。7人。あ、ない、ナイスー、完璧のムーブ、完璧なムーブでした。今回マジで完璧なムーブでしたね。